キネマ旬報20世紀の映画スターは、2000年に、キネマ旬報が著名人からのアンケートをもとに、20世紀を代表する俳優を選出したリストである。2000年5月下旬号に、男優編、2000年6月上旬号に、女優編が、それぞれ発表された。14年後の2014年10月にオールタイムベスト、外国映画男優、女優を、12月には、 オールタイムベスト日本映画男優、女優も発表した。各選考委員が20世紀を代表する日本の男優を3人、日本の女優を3人、外国の男優、女優も同様にして、選考委員1人が計12名を選ぶ方式で、全選考委員74人分を集計し、ランキングを作成した。アンケートでは、その俳優を選んだ理由や印象に残った映画を、 上げることも求められていた。キネマ巡行読者に対しても、同様の選考方法でアンケートを取り、読者選出の日本の男優、女優、外国の男優、女優のランキングを発表した。評論家、作家、ジャーナリストなどの映画愛好家74人。AFI アメリカ映画100年シリーズの映画、スターベスト100に選ばれて、ホームページの著名人が選出した20世紀の、 映画スターから漏れた外国俳優を映画スターベスト100のランキングの上位から順に列挙する。映画館をいっぱいにしたマネーメイキングスターは誰だは2000年にキネマポーが口実の選出基準でマネーメイキングスターを選出したリストである。ありがとうございます。